よし、最強改造できたぞ。私だ。わあ！よー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 、地球人、また来てやったぞ。最強改造の組み合わせを見つけたのか。うん。だが私はこのヘルサラマンダーの最強改造を持ってきたぞ。何？勝負するか。勝負する。ならば私が勝ったら地球を侵略する。嘘。じゃあ私はまずこれから行く。ヘルサラマンダー30アンダーボルカニックだ。僕はブラッディ・ロンギネス12アルティメットリブートで行きます。だがアルティメットリブートも無意味だったようだな。くぅ、これじゃただの細かいコマだけじゃない。バカな。続いて私はエルサラマンダーセブンバンプヤードだ。僕はクラッシュラグナルクゼロバンプベアリングでいきます。スリーツーワンゴー。ゲット。私はディフェンスだぞ。今度はディフェンスだ。こっちはスタミナだ。どうだ、安定してるぞ。いやもうない。おいだー。3、2、1、ゴー。再びディフェンスカチカチでバーストしてやる。え、ディフェンスカチカチって何？ディフェンスカチカチだ。どうだ。いけ。どうだ。バトン。バトン。バトン。しないのか。粘れ。どうね。3、2、1、ゴー。シュッ。では続いて私はヘルサラマンダーゼロリーチエクステントハイアングルモードでいくぞ。僕はゼッターキレス11オービットでいきます。スリーツーワンゴーシュッ。スリーツーワンゴーシュッ。どうだ。追い出せ。バーストだ。どうだ。お、ロックは硬いからね。だが勝てるぞ。あれ？ドローか。スリーツーワンゴーシュッ。どうだ。いけ。なかなかの攻撃を見てただろ。よし。よし。よし。もっとバーストしないのか。そんなバカな。だが弱まった。よし。じゃあ僕はウィニングバルキーゼロハンターでいきます。私は変えないぞ。これが強かったからな。スリーツーワンゴーシュ。いけバルキリー。私のこの重いディスクでは君の攻撃はできたもしない。そうかな。なかなか攻撃してきてるようだが効かないんだよ。地球人の改造など効かない。スリーツーワンゴーシュッ。ゲッ。私の重い攻撃を宇宙の改造なめない。どうだ。
エンペラーフォーネス12ディフェンスを使います。3、2、1、ゴーシュー。どうだ、いけ。ほら、うれうれうれ。カチカチ勝負になってしまったな。そんなバカな、この状態でもバーストできるはずだ。バーストしてやれ。バーストだ。3、2、1、ゴーシュー。いや、激しいアタックだったが、ここまでか。いやー、またカチカチだ。今度こそ勝つ。きっと勝つ。いけ、フォーネス。3、2、1、ゴーシュー。惜しかったな。ゲット。入場。最後にこの会場だけ試させてくれ。ヘルサラマンダーのレイヤーをアタックにしてエクステンドをノーマルにした。この改造できっと一発バーストを試みる。じゃあ最後の勝負はこれでいく。ブラディ・ロミンス12アルティメットリブート。いいか、一発勝負だぞ。 OK、 3、2、1、ゴーシュー。成功。だがアルティメットリブートをしてもうスタミナがないんだ。重心を引き抜いた。そんなわけで今回はこのヘルサラマンダーの最強改造で遊んでみたわけだが、一つだけ言わせてもらうぞ。今回はこの超絶改造ガイドをもとに戦ったマジだ。宇宙人のテクノロジーを舐めてもらっちゃ困る。最後ブラディ・ロミンズでバーストできたよ。なかなか強い改造だったな、うん、そっちの改造はなかなか良かったんじゃないか。そうそう。ということで地球侵略は諦めてよかった。ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドボタンお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画この辺りに出てるのでぜひチェックしてください、うん、チャンネル登録はこの辺りからよろしく。宇宙人もよく出てるぞ。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。